クランチは、ウェイトトレーニングの種目の一つ。腹直筋の上部を主に鍛える。腹直筋の下部や前虚筋にも負荷がかかる。床やベンチに仰向けになる方法のほか、バランスボールの上に仰向けになる方法がある。バランスボールを使うと、可動範囲が大きくなり、強いストレッチ効果が得られる。クランチクランチバランスボールを使用した。 クランチバランスボールを使用した、クランチバランスボールを使用した、クランチバランスボールを使用したクランチシーテッドケーブル、クランチシーテッドケーブルクランチ床、またはベンチに仰向けになり、膝を自然に曲げる。軽い負荷で行う場合は腕を胸の前で交差させ、重い負荷で行う場合は、頭の後ろに手を添えるか胸の上に、ダンベルやプレートを乗せる。息を吐きながら、上体を起こす。 へそを見るようにした頭、ついで肩を上げるようにする。腰は床やベンチにつけたまま。肩甲骨が床やベンチから離れたところで息を吸いながら元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。バランスボールの上にボールの丸い面に沿って仰向けになり膝を自然に曲げる。腸腰筋が働かないようにするため足を壁につけたり椅子の上に足を乗せたりして 股関節をリラックスさせると良い。軽い負荷で行う場合は腕を胸の前で交差させ、重い負荷で行う場合は頭の後ろに手を添えるか胸の上にダンベルやプレートを乗せる。息を吐きながら上体を起こす。へそを見るようにした頭、ついで肩を上げるようにする。腰は床やベンチにつけたまま。肩甲骨が床やベンチから離れたところで息を吸いながら、 元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ラットマシン、またはハイプーリーにロープをセットして、マシンに向かって膝をつき、ロープを両手で握る。ケーブルがピンと張って、両肘が曲がるまで体を前に傾ける。息を吐きながら、ウエスト部分を支点に上体を丸め、胸と肩を大体につけるようなイメージでロープを引き下げる。腕が床に触れるところまで来たら、 息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ラットマシン、または、ハイプーリーにロープをセットして、マシンの反対を向いて、ベンチに座り、ロープを両手で握る。ケーブルがピンと張って、両肘が曲がるまで体を前に傾ける。息を吐きながら、ウエスト部分を支点に上体を丸め、胸と肩を大体につけるようなイメージでロープを引き下げる。 腕が大体に触れるところまで来たら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ありがとうございます。